敏郎と春さんに土下座して謝れ。私の誕生日会の席で、夫は私を怒鳴りつけ、床に座らせようと肩を押してきた。その様子を長男嫁である春さんは、うつむいて探るようにこちらを見上げている。まるで泣いているように見えるその口元に、意地の悪い笑みが浮かんでいるのが私からは見えた。これを見ても同じことが言える?私は用意していたあるものを夫の目の前に差し出す。馬鹿にされ続けた私が全てを暴露する時間がやってきた。私の名前は大崎妙子。今年で73歳を迎えた。夫は定年後も相談役として会社に席を置いていたが、昨年退き、隠居生活に入った。結婚した頃から喧嘩をすることもなく、平凡だけど穏やかな夫婦生活を送っていると自分では思っている。長男も数年前に結婚し、独り立ちを果たした。子育ても終わり、心配事も何もない。老後の資金も余るほどとは言わないが、そこそこは蓄えている。夫と二人で生活をしていくには困ることはない。波風の立たない静かな生活が続くと思っていた。そんな私たちの生活に変化をもたらしたのは、長男夫婦。新婚当初は賃貸マンションで暮らしていたのだが、最近になって実家で同居したいと申し出てきた。確かに長男の職場は実家からの方が近い。長男嫁は専業主婦だから通勤に困るようなこともないだろう。最初は長男が私に相談してきた。長男嫁はあまり実家には近づかない。特に嫁姑の仲が悪いということはないのだが、よそよそしい感じはしている。私が気にしすぎているだけだと夫は言うのだが、こればっかりは女の勘としか言いようがないのだ。ただ、結婚当初にも同居の話は一度あったのだ。その時は長男夫婦が拒否をした形で話は終わった。新婚の頃は二人だけで生活がしたかったのかもしれない。結婚から数年を経ての同居。なんだか裏がありそうな気がして、私はあまり乗り気ではない。しかし、夫は違う意見のようだった。夫はもともと賑やかな方が好きで、子供が独立してからは少し寂しそうにしている。長男夫婦と同居を始めて、そのうち孫が生まれたらもっと賑やかになると言った。夫が賛成ならば、私だけが反対と声を上げるわけにはいかない。長男夫婦のマンション契約が更新の月に引っ越してくることになった。ここまで計画が進んでいるのに、長男嫁は一度も挨拶に来ない。これから一つ屋根の下で生活をするのだから、挨拶の一つがあってもいいものだと思う。かたくなに顔を出さない長男嫁は、ひょっとしたら同居には反対なのかもしれない。結局、長男嫁が挨拶に来たのは引っ越し当日。引っ越し業者と一緒に現れたのだ。これからよろしくね。私がそう笑いかけると、長男嫁は小さな声で、よろしくお願いします、と返してきた。絶対に私と目を合わせようとしない。誓って言うが、私が長男嫁に嫌がらせをしたとか、嫁姑問題があるとか、そんな事実は一切ない。なのに、長男嫁のこの態度。普段は温厚な私でもカチンとくる。夫は特に気にしていないようで、長男夫婦を居室となる部屋へと案内し始める。長男夫婦が同居するにあたり、私たちも少しは気を使い、老朽化している箇所を修繕したりした。長男夫婦の居室は、長男夫婦の注文通りにリフォームも完了している。こんなに狭いんですか?
玄関で長男夫婦の靴を揃え直していると、家の奥から長男嫁の苛立ったような声が聞こえてきた。こんな部屋じゃ私息が詰まります。こんな部屋に私たちを押し込める気ですか。まるで被害者のように声を張り上げる長男嫁。私も慌てて家の奥へ入っていった。顔を真っ赤にして部屋が狭いとまくし立てる長男嫁を前にして、夫は困ったように頭をかいている。狭い？この家の中では大きな部屋よ。ちゃんと注文通りにリフォームもしているじゃない。他に何が不満なの？夫が責め立てられているのに苛立った私の声も自然ときつくなる。そこでやっと長男嫁は私の顔を見た。挨拶をしてから今まで一度も私の顔を見なかった長男嫁は、ここぞとばかりに私のことを睨みつけてくる。お母さんですか？こんな物置部屋に私たちを押し込もうって企んだのは。あまりにもひどい長男嫁の言葉に、私はあっけに取られる。言いがかりもいいところだ。長男も、おいと長男嫁の袖を引いている。しかし長男嫁の勢いは止まらない。自分の実家じゃこんな広さの部屋は物置でしかないと言い出した。そもそも自分の実家と私たちでは格や生活レベルが違いすぎてストレスなのだと力説。自分の実家がどれほど金持ちで、うちの家がどれだけ貧しいかを語り始める。長男嫁がこれほどまでに不満を抱えていたとは思いもしなかった。ここまでコケにされたら、さすがの夫も怒るだろうと思ったのだが、夫は、まあまあなんて、長男嫁を優しくなだめている。夫からしたら、若い娘がキャンキャンわめいているくらいにしか思っていないのだろう。長男の態度から、長男嫁のこの態度はいつものことなんだと察しがついた。長男嫁は15分くらい文句を言い続けたが、文句を言ったところで何かが変わるわけではないと気づいたようで、さっさと部屋の中に入り、大きな音を立ててドアを閉めた。私と夫は顔を見合わせ、ため息をつく。こうして、長男夫婦との同居は、波乱の幕開けとなったのだ。一緒に暮らしているうちに、長男嫁もこの家に慣れてくるだろうと思っていた。専業主婦で仕事をしていない長男嫁が、一日の大半の時間を過ごすのはこの家だ。長男夫婦と同居生活を始めるにあたり、私にも打算的な考えがあったのは否めない。私も高齢になり、力が必要な家事は難しい年齢になってきた。少しでも手伝ってくれると嬉しいと思っていたのだが、長男嫁は居室に閉じこもりきりで、家事を一切手伝うことはない。洗濯物はお風呂場の脱衣所にある汚れ物入れのカゴに入れられ、私が洗濯をして干している。乾いた洗濯物は畳んで、長男夫婦の居室前に置いておくようになった。長男嫁が部屋から出てくるのは食事の時だけ。私が作った料理を文句を言いながら平らげる。夫はそんな態度の長男嫁を気にしている様子もない。長男夫婦と同居を始めて、光熱費は倍になるし、食費も倍になった。家事だって以前よりも倍の量。それなのに、長男夫婦は生活費を全く払わないのだ。私は精神的にも経済的にも追い詰められているような気持ちになっていた。ある日、私は少し疲れた顔をしていたのだろう。夫が明るく、もうすぐ誕生日だな、と話しかけてきた。カレンダーを見ると、私の誕生日に花丸がついている。毎年、夫がカレンダーを飾るときにつけている印だ。今年は賑やかになるな。プレゼントは何がいい？最近暗い顔をしている私を元気づけようと、夫が明るく振る舞っているように感じた。
そんな夫を見て、私も暗い顔ばかりしてはいられない。そうね。ああ、欲しいものがあったわ。私は夫に腕時計が欲しいと伝える。以前から使っていた腕時計が故障し、修理しようとしても部品がないと言われてそのままになっていたのだ。普段は使わないものだけど、出かけるときに腕時計がないと不安になる。夫も、そういえば壊れてたね、と思い出してくれたようだった。腕時計だね。楽しみにしててくれ。夫は楽しそうに笑ってそう言った。その笑顔を見て、私も久しぶりに自然な笑みがこぼれる。暗い顔や疲れてイラついた顔はなるべくしないようにしようと改めて反省した。数日後、夫と長男が庭先で内緒話をしている場面を偶然私は見てしまった。どうやら私の誕生日プレゼント、腕時計について打ち合わせをしているようだ。その場から立ち去ろうと思ったのだが、動くと二人に気づかれそうで、私は息を潜めて自分の存在を消す。この金で母さんに時計を買ってきてくれないか。女物はよくわからないから、春さんと相談してくれ。あまりに高いのも母さんは気を使うだろうから、この10万円で頼む。そう言って夫は、長男に銀行の封筒を渡した。多分10万円が入っているのだろう。長男はちょっと封筒の中身を確認して、わかったよ、とうなずいた。なんだか金額まで盗み聞きしてしまって申し訳ない気分になる。その後、二人は私の存在には気づかず、それぞれ出かけていった。夫にしては奮発したプレゼントだ。なんだか嬉しくなって、知らないうちにニコニコしてしまう。長男嫁の嫌味も、この日は耳に入らないし、気にならない。しかしその後、信じられない話を偶然に聞いてしまった。その夜は少し風が強く、寝苦しい夜だった。私は寝つくことができず、温かいものを飲もうと思い、夫を起こさないように布団から出る。廊下に出ると、リビングのドアの隙間から明かりが漏れていた。何かボソボソと話す声もする。そっと足を忍ばせてドアに近づくと、リビングで長男夫婦がビールを飲んでいるようだった。二人に見つかると面倒なので、私は温かい飲み物を諦めて部屋へ戻ろうとする。その時、お母さんの誕生日プレゼントなんだけどさ、と長男嫁の声が聞こえてきた。私は思わず足を止め、耳を澄ます。どうせ腕時計の価値なんてわかりゃしないんだから、1000円の腕時計を雑貨屋で買ってきたわよ。長男嫁はそう言って笑う。私は耳を疑ってしまった。さすがに長男は咎めるだろうと思ったが、長男も一緒になって笑っている。お前頭いいな。残り予算で温泉旅行にでも行こうぜ。長男のこの言葉に、私は一瞬めまいがした。まさか長男がこんなことを言うとは想像もしていなかった。しかも二人で、どうせおもちゃの時計でも気づかないと、私のことを嘲笑っている。お母さんは、このおもちゃの時計を五章大事にするのよ。ウケる!長男嫁は、声をもう耐えきれないと言わんばかりに声を上げて笑い始める。私は二人に気づかれないように、そっと部屋に戻った。悔しくて涙が出そうだったけど、それよりも怒りが湧いてくるのに気づく。もう我慢の限界だ。私は二人に後悔させてやると誓った。春さん、私の誕生日なんだけど、久しぶりに妹たち夫婦を招待しようと思っているの。朝食の席で、私は長男嫁にそう言った。
近所に住んでいる私の妹夫婦を食事に招待するのは、長男夫婦と同居し始めてからは初めてだ。同居を始める前はよく夕食に招待をしていたのだが、長男夫婦に遠慮しているところもあり、ご無沙汰になっている。いいんじゃないですか？でも私は料理の準備なんかしませんよ。お母さんが招待をしたいんだから、その辺はお母さん、お願いしますね。私の誕生日なのだが、全く準備をする気はないらしい。誕生日の主役がもてなしの準備をするなんて聞いたことがない。しかし、私はぐっと我慢をした。ここで腹を立てては、私の計画が台無しになってしまう。わかってるわ。何か美味しいものを準備しないとね。私は努めて明るくそう言う。長男嫁はそんな私を鼻で笑った。小さな声で、そこまで誕生日を祝いたいかね、と言ったのを、私は聞き逃してはいない。でも、全く聞こえていないふりをする。すべては誕生日のためだ。こうして全面的に誕生会の主役である私が当日の準備をすることになった。料理をするのはもともと好きだし、何の苦もない。久しぶりに妹夫婦に会えるのも楽しみだった。妹の旦那は元自衛官。曲がったことが大嫌いで一本気な性格。普段は穏やかで優しいのだが、一度怒ると、それはそれは恐ろしいと妹がいつも言っていた。夫とは気が合うようで、現在は一緒に囲碁教室に通っている。長男夫婦と同居を始めた時に、大丈夫ですかと連絡をしてくれたような人だ。きっと私の味方になってくれるだろう。私は妹夫婦の好きな料理を用意しようと、書き溜めているレシピ帳をめくる。自然と笑みがこぼれてくるのを自分でも感じていた。誕生日の当日、朝から私は大忙しだった。誕生会の主役が大忙しというのもおかしな話ではあるが、仕方がない。長男嫁は何も手伝わず、だらだらと過ごしている。時折、台所に現れてはつまみ食いをして去っていく始末だ。夫は囲碁教室へ行き、帰ってくる時に妹夫婦を連れてくるということになっている。夕方に間に合うように私は準備を急いだ。長男はというと、会社が休みなので朝からパチンコに出かけたようだった。ほどほどにしておきなさいよといつも言っているのだが、長男はギャンブルが好きで、大学時代に一度大ごとになったこともある。あの時のことを教訓にしてくれればと思っていたのだが、長男嫁と付き合い始めてから、またギャンブルをするようになったようだ。二人揃ってパチンコに行く姿を休日によく見かける。夕方になり、準備が整った頃、夫が妹夫婦を連れて帰ってきた。義弟は大きな花束を持参してくれ、華やいだ気分になる。いくつになっても私は自分の誕生日が好きだ。身近で大切な人たちから祝ってもらえると本当に嬉しい。何度もありがとうと言って花束を受け取る。長男嫁は大きな花束を見て、どうせ枯れるのにと小さな声でつぶやいた。どうせ私にだけ聞こえるようにわざと言っているのだ。私は小さな声で失礼なこと言わないで、と長男嫁をたしなめる。普段は何を言っても注意なんてしてこない私が注意したことに、長男嫁は少し驚いたような顔をした。しかし次の瞬間、肉々しげに舌打ちをする。せっかくの綺麗な顔が台無しだと思った。私の妹にお久しぶりねと話しかけられ、一瞬で愛想の良い笑みを浮かべる長男嫁はさすがで呆れるばかり。妹は世の中に悪人はいないと思っているくらいのお人よし。長男嫁の裏表のある態度に全く気づいていない様子だった。
誕生日会の会場はリビングだ。大きなテーブルを用意し、その上には妹夫婦の好物と夫の好物が並んでいる。長男夫婦の好物はわざと作らなかった。そのことに長男嫁は目ざとく気づいたようで、長男に何やら耳打ちをしている。私はそんな長男嫁を無視して、今日は集まってくれてありがとう、と誕生会の挨拶を始めた。いくつになっても誕生日を祝ってもらえるのは嬉しいわ。私の言葉に妹は変わってないわね、と笑っている。夫と義弟はワインを飲み始めていた。長男夫婦はむすっとしたまま、黙々と料理を口に運んでいる。時折、私たちの会話に相槌を打つ程度で、長男夫婦は積極的に会話をしようとはしなかった。食事も終盤に差し掛かると、妹が誕生日ケーキを冷蔵庫から出してきてくれた。さすがに自分で誕生日ケーキを用意するのは恥ずかしく、用意していなかったので、私にとっては嬉しいサプライズ。ろうそくの数は適当だったけど、炎を吹き消した時、妹と過ごした幼い頃の誕生会を少しだけ思い出した。俺たちもプレゼントを用意しているんだ。三人からのプレゼントとして受け取ってくれ。夫がそう言って長男を促す。その瞬間、長男嫁がにやりと意地の悪い笑みを浮かべたのを私は見逃さない。綺麗に包装されたリボンがかけられた箱を長男が差し出してきた。母さんが腕時計が欲しいって言ってたって。10万くらいしたんだよ。大切にしてくれよな。自分が金を出したわけではないくせに、長男はちょっと偉そうな感じでそう言う。その言い方に夫も少しカチンときたようだけど、場の雰囲気を読み我慢しているようだった。ありがとう。とても高価な時計なのね。私は両手でリボンのかかった箱を受け取る。開けてもいいかしら？長男嫁にそう聞くと、どうぞとにこやかに笑いかけてきた。普段はそんな笑みを私に向けることはない。リボンをほどき、包装を丁寧に剥いでいく。高級そうな箱の中を開くと、細い革ベルトの腕時計が入っていた。申し訳ないけど、一目見ただけでも安物だとわかるレベルのもので、秒針なんてグラグラしている。腕時計、欲しかったのよ。選んでくれたのは春さんかしら？素敵ね。私はそう言いながら、長男嫁の目の前で腕時計を持ってみせる。お母さんに似合うよう探したんですよ。いいお値段のものですから、一生ものです。長男嫁はそう言って笑い返してきた。その顔を見た途端、堪忍袋の尾がプチンと切れる。どこまで私のことを馬鹿にするつもりなのだろうか。私は無言のまま、つまみ上げた腕時計をゴミ箱へ投げ捨てた。その瞬間、場が凍りつく。お前、敏郎と春さんに謝れ。10万の時計だぞ。せっかく二人が選んできてくれたのに、二人に土下座して謝れ。最初に声を上げたのは夫だった。私の肩をつかみ、無理やり床に座らせようとするのに、私は抵抗する。長男嫁は、ひどい、なんて言いながら、うつむいて涙を拭うふりをしていた。私からは、長男嫁の口元に笑みが浮かんでいるのが見えている。あなた、これを見ても同じことが言える？私は夫にあるものを差し出した。それは今、私がゴミ箱に投げ捨てた時計と同じものが紹介されているネットのページを印刷したもの。腕時計の値段は税込み1000円と書かれている。包装もリボンも全く同じものだった。あなたが私のために腕時計を買ってくれようとしていたのは知っているわ。この子たちはね、
あなたのその気持ちも踏みにじったのよ。私は偶然聞いた二人の会話の内容を夫と妹夫婦に話した。夫から受け取った10万円から1000円の腕時計を購入し、10万円の腕時計だと嘘をついて私にプレゼントをする計画の話だ。そして残った金額で温泉旅行を予定していることもすべて暴露する。リビングの隅には片付けついでに積み上げられた温泉旅館のパンフレットが数冊置いてある。妹夫婦は自然とそれが目についたようだった。私には物の価値がわからないから、おもちゃの時計でもバレないって楽しそうに話していたわよね。バカにするのもいい加減にしてちょうだい。私は長男夫婦に向かって言う。これほどまでに私が強く何かを言うことは珍しい。お母さん、ひどいです。変な言いがかりはやめてください。こんな席で私に恥をかかせるのが目的ですか？狂言もいいところです。長男嫁は私の妹夫婦に向かって、普段から私の狂言癖に悩まされていると話し始める。自分がすべて家事をしているのに全くしていないと近所に言いふらされているとか、今日も料理も自分が作ったとか、嘘もいいところだ。聞いている私も呆れて、ポカンと口が開いたままになる。ねえ、としろさん、そうよね。一通り言い終わると、長男嫁は長男に同意を求めるように言う。長男も、おお、そうだね。と合図地を打った。おば夫婦に悪く思われたくないのだろう。その時、妹の夫が静かにゴミ箱から腕時計を拾い上げた。これはおもちゃだね。10万円の腕時計ではないよ。怒りを抑えた声でそうつぶやくと、腕時計を長男夫婦の足元に投げつける。パリンとプラスチックが割れる音がした。夫も義弟の言葉に我に返ったようで、私の肩を押さえつけていた力が抜ける。形勢逆転した長男夫婦は、二人とも真っ青になっていた。お前たちは、私たちを馬鹿にしているのか。夫の言葉に長男が震え上がるのが見えた。普段怒ることがない夫が怒ると、手がつけられないことを知っているからだ。長男嫁はそんなことを知らない。だって、物の価値がわからない人に高価なものを送ってももったいないじゃないですか。私たちが旅行に行った方がお金を有効活用できると思いますけど。そんな開き直った発言をする。次の瞬間、出て行けと、夫の怒鳴り声がリビングに響いた。そのままリビングから二人を押し出すと、玄関まで引っ張っていく。玄関の外に追い出し、そのまま鍵を閉める。玄関の外からは、長男夫婦が入れてくれと叫ぶ声が聞こえるが、夫も妹夫婦も入れるつもりはない。夫は私に、いろいろと気づけなくて申し訳ない、と頭を下げてくれた。夫の素直な謝罪の言葉を聞けて、私には最高の誕生日になったと思う。その後、夫は二度と長男夫婦を実家にあげることはなかった。同居は解消し、二人の荷物は長男嫁の実家に送りつけ、その後の連絡は一切の無視を決め込んだ。長男夫婦は突然家を追い出され、長男嫁の実家に身を寄せた。しかし、実家には長男嫁の兄夫婦が同居中で、居場所なんてない。早々に追い出され、小さなアパートを借りて生活を始めている。ギャンブルに使ったのか貯金もなく、アパートの敷金や頭金は長男嫁の兄が立て替えたと聞いている。もともと金遣いの荒さから、長男嫁は実家からも縁を切られていたらしく、これ以上の援助はしないと念を押されたそうだ。専業主婦だった長男嫁も現在はパートに出て、家計を助けているらしい。
私は長男夫婦との同居を解消してから家事も少なくなり、自分の時間を持てるようになった。夫も私のことを以前より大切にしてくれている。いろいろとあったけど、夫婦の絆が以前よりも強くなった気がして、今が一番幸せかもしれない。